お疲れ様スラットです。今日はですね、こちらの 2.4 枯渇やっていきます。というわけでね、この動画が上がってる頃にね、もしかしたらメンテナンスが始まってるか、まあまだ来てないかもしれないんですけども、まあ、メンテ来たらね、ちょっと新環境枯渇がものすごい強いんじゃねえかなと思ってます。というのもね、今回のバランス調整がこんな感じなんですけども、まあ、マイティが強化でマイティ枯渇が絶対復活するんですよ。でそして、まあ、あとはプリンセスとかフキアもガゴガゴ系に強いよと。そして枯渇がね、苦しかったフェニモンが下方。で、ゴブゴヤにもね、プリンセスは強いので、って考えたらもう、枯渇ゲーじゃんっていう話ですね。で、レイジとかも耐えるんで、まあ、これは後日ね、バランス調整が来るんですけども、といった感じで考えれば考えるほど枯渇自体がね、また来んじゃねえかなというわけで、今日はちょっと変わった形ではあるんですけども、まあ、トルネ枯渇ね、はい、僕の好きな方でやっていきます。で、まあ、チャンピオンの枠も、とりあえず文句強えろってぶち込んだだけなんだよね。マイティ、まあマイティも壊れになる。てか壊れなんですよ、あれ間違いなく。で、シンプルマイティ枯渇時代じゃねえのかなと踏んでます。まあなんか今回バランス調整が2段階になんか分かれて調整があるんですよね。で、レイジとランバーだけちょっと遅れてなんで、まあそこが出るとまた色々変わってくるかもしれないんですけど、まあ一旦はもう本当に枯渇環境な気はしてます。やべ、これなんか、そういえば、思い出した。ウッドミラーで頑張るデッキだ。さあ、遅延スケラーと見せかけてのスキキンザピースケラー。いやー、フェニックスいるわ、そういえば。もうメンテナンス来たと思っちゃってたけど、まだ来てなかったわ。これちょっと、卵復活したかったな。ミスったな。卵起こさして、フェニックストルネで吸ってキング起動をすればよかったですね。ちょっともったいなかったな。さあ、取れないタル相手には、バレルは横です。はい。右横、左横にずらすと入りやすくて、ウッドには前、後ろにずらすとダメージが入りやすいです。いってらっしゃい。まあ、なんか、レイジとかが登場すると、まあ、トルネレイジとかね。まあ、レイジザップとか。で、多分、プリンセスは行かれるんですけど、新しい戦術でね。行かれるんですけど、それまでは全然。活躍できるでしょっていう話。いやー、これ頑張れるな、文句。このこのデッキはね、スケキンとかのちょっと範囲系がめんどくさいデッキではある。ガンガン攻めていきます。はい、相手もちょっと回転早めのネバネバスキラなんで嫌ですけども、あなたタルババミラーをご存知でしょうか。ポイズンだとね、守れないですけどね。さあ、12レベルなんでさすがに強い。ポイズン使ったらもうスケラーゴブリンでこれ全部止まるっすね。はい、今の間に攻めて攻めて。いやマジでゴブリン強すぎ、やば。ゴブリンはね、来シーズンもまあ強いんですけども、強いんですけども、それよりもはるかに強いレイジがあるんでね、怪しいっすね。タルババでそういえばさ、ミラーバレルって残ったよな、俺の記憶が正しければ。さあ、一生なんかこんなことしてる。あ、でもここポイズン垂れるとちょっと怖い。あれ、文句どこ行ってんの。墓石なんか嫌っすね。あれ、なんか相手何もユニット出せなかった。え、なんかね、まれに、だから多分ね、クラロはまれにどころじゃねえな、結構ある。この試合中に相手が突如動かなくなる事件なんですけど、多分ね、学生がやっぱ多いじゃないですか、クラロはって。もう大人の方もいるし、ちっちゃい子もね、やってるかもしれないんですけど、多分やっぱ学生が多いんで。僕もありましたけど、やっぱ1限と2限の間とか、まあ、授業前とか、こう、お昼休憩とかにやるんですよ。で、先生が来たら、やべ、先生来たっつって、ああ、もう、タスクポイみたいなことがあるわけですよね。なので、多分ね、今の方とかも、絶対に休み時間にやってて、ああ、先生来たからっつって、くれたタイプ。うん、悪いやつですね。はい。学校でやっちゃダメです。クラロは
クラロはゲーム、やばいやばい、緊急します、でかい、はい、自分話でね結構あるっすね。なんかなんで相手諦めたみたいなことが本当になんかね、今までで 1,2 回とかじゃないですもんね。定期的に月に何回かって考えるとマジ親フラとかラッキーパンチがすごい刺さる、ラッキーなゲームです。こんなに何もせずに勝てるゲームはね。さあで今回の相手はまあ枯渇と、まあ枯渇対決は基本的にまあカシメプリンゲーなんで、じゃあ8枚プリンで一生削ってるだけ。さあそしてモンクはまだまだ強いんやで。あでも5コスになります。5コスのモンクは個人的にはまあややネタ枠ゾーンに行きそうですけどね。マジで100ゼロマイティ環境です。マイティレイジ関係天才か。はい頑張ってください。マジミラーもな、最近フェニックスミラーしかしてなかったんで、こういうバレルミラーとかプリンミラーね大好きなんですけどね。よいしょ、帰ってくると熱い。さあ枯渇相手にそんなウッドを使っていいのか。でマジで嫌がらせ延命。うん、ゴブリン万能っすね。めっちゃ攻めウッド使ってくれる。いけ、え強くね。やっぱ枯渇はねギャング型ってなりそうですけど、ゴブリンでもいい。さあ143はトルネウッディダブルウッディオンシャンレイ。さあまあ呪文ね、ロケットない分ウッドミラーと橋の上プリンで削っておきます。これ3とかなんか一気に増えるのありがたいですけどね、どうやったら3増えて、どうやったら10増えて、どうやったら1なのかの理由がわからないので、ボーボーボーボボ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 ボっていうアニメあったんですよ。知ってる方少なそうですけど、黄色いなんかマリー地球みたいな頭してる僕もそこまで詳しくないけど。さあウッド、あれやばい、待ってこれ一発我慢、一発どころじゃねえ、二発殴りやがったあいつ、早っ。さあレイジホグか、あーまあ環境来るからね、これ来ます。難しいな、あホグ来たっつってコウモリ構えてたらレイジ落とされてコウモリも消えるしホグもブーストかかるしみたいな、いややばいね、楽しみでしかない。マザネク、あ危ない、早すぎたと思ったけど、偉いね文句芸か。延命できません。さあトルネ使ったのでホグが来るんですけども、なんとでもなりますとか、トルネとかの加法はね今回ないんすね、やっぱずっと強いじゃないですかね。某あの丸々ね坊やさんとかもずっと言ってますけども、それではね強すぎると、やっぱコスト1とかの状態で相手がね橋前ランバー橋前ミリピとかしてきても
まあ、コスト3がね溜まってしまえばもう遅れてでも対応できるわけですから、まあ、それなりになんかね時間とかがあればねいいんですけどね。なんかロケットみたいにこう渦が飛んでいってねみたいな感じで、時差というか発動までのね時間をつけるだけでも大幅に変わりそうですけど、さすがに壊れ、いやマジトルネ全部トルネで相手に見てもトルネで全部終わりだ、強すぎるんだよな。ねコストなくても遅れて対応できるし、これがねえぐいとこですよ。端前ホグが決まろうとも3コス溜まればおしまいです。さあゴジラのスペルミスの人っすね。いってらっしゃい。いや多いねホグ。ゴブリン有能、やっちまう。ヒギおしまいですら。これプリンスってさ、おいたらしょい、うん、やばいあの子どうしよう。ちょっと待って、メガネでこっち来るかな。トルネで行く、トルネでこさして、よし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 。さあ文句に頑張ってもらうよ。便利ですね、いろんな使い方が。でここでウッドを使わして、このウッドを跳ね返すプランだったんですけども、やめウッド、あまさかのパッキン、ゴリゴリいきます。いやープリン偉い。こういうデッキがでも一番しんどいっすよね。やっぱ 2.6 億ですみたいな、ラバルですとか、僕遅延スキラなんですじゃなくて、メガナイトヤナメウッドキューブ、バルキリーとかもねバレル完封できるんで結構使われて嫌なカードではある。さあお祭り始めまーす。祭られるか俺が。さあプリンセスめっちゃ消えました。めっちゃ消えたけど、しょうがない、マジでプリンゲー。フリーズ来るかなこれ。さあフリーズも打ちにくい、いい配置だ。あーう、いやミスかマジなんか今のもうわざと芝振りしたようにね思えちゃうんですけど、ただのミスだったらしいですね。はい、いやウィズザード、マジ一生プリンが生まれます、下から一生プリン生まれての、延命して、まあ文句でも削れるんでねこれ。あこれもう終わりです。ウィザードが歩いたらあなたが行かれるだけです。はいおもろ、ウィザードとかなんかいいっすね、文句で跳ね返せると気持ちいい。
いってらっしゃい。もう枯渇とホグしかいないっすね。すごくない？やっぱこうトロタイというかね、シーズンの序盤とか終盤っていうのだけでも全然マッチングするデッキが違ってきますね。さあゴリゴリバレバレ枯渇。あー結構入る。ゴブリンが溢れてる。熱っ。ちょっと嫌な感じですね。これでだってバレル来てウッド使ったら文句に跳ね返されてがあるんで、ちょっとダメージ受けちゃう。うん、トイレお邪魔してくね。今回のステージあれだね、めちゃんこクリスマス仕様になってんだ。俺にもあのプレゼントをくれ。プレゼント欲しい。ちょっと負けそうだな。口動いてるあれはいらんけど。いやもう負けそうだな。チコ、うん、あっちあっちあっち。文句バレバレっすね。ちょっとプリンセスでキング起動したいと思ったんですけど、キング起動してたわ。なんかさ文句言いたいんで防いで、スケバレはね、もう俺しょうがない。よしよし、うわーやめろよ。おい、後からだろそれ。うん、あでもこれでさあプリン反射されるんであんま出したくないけど、吹き矢処理ならあり。タイミングドンピシャありがてえ。さあ一歩ミスると負ける。やばい、あとちょっとが入らん。あとちょっとやめて。うーん、やめてほしい。これよし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 、あとちょっとが。文句あるっけ。文句で、いや文句で勝てそう。なんでウッドミラーちゃう。やばい。うーん、危なすぎる。やばい、危ない。ロケットあったんかよ。もっと打ちなさいよ。じゃさあロケね、これなんかマルチとかやってても最後の最後のやっぱ400とかさ、絶対ロケ来るって分かってても文句を出して反射するんじゃなくてね、端前にこう削りで急げ文句ってやっぱ出しちゃうんですよね。ああいう絶対来るロケットを文句で読んでね反射できるとマジで強そうだな。あいつの価値格がだって価値格じゃないですからね。ロケット打てば勝ちやんが、もう文句で反射される、読まれると。まあなんかライトニング飛来心みたいな感じですよね。さあ苦しそう。もう俺も苦しい。あ、キング起動しとるわ。ちょっと待って、マジやばい。アホすぎ。なんでキング起動しとん。俺が自分でしたんやないか、ゴブリンで。あ、マジでもったいなすぎ、今のダメージ。もう本当にバカ。テスラ、猫のお茶会、俺も混ぜて。さあまあ高回転ロイフグウッディ、
あーテスラ邪魔してる。まあ呪文がクエイクだと危なくなってきますね。ここはテスラかな、行かなくていいか。高めないと。さあこのナイト完全無視でもいい気がする。許容。右サイ1500まで行かれてんだね。うん、いやーでかいでかいでかい。削っていくよ。止めてもいいかも。よしよしよし、コロコロゲーして、これウッド跳ね返せます。あー相手もでもめっちゃいいウッドしてる。低めにね、冷静だな。さあまあプリンウッディウッディで、これはウッディウッディで強っ。さあもう呪文圏内ですね。あ、マジウッドミラーな、大好きなんだよな。おい、オッケー。いやこれ結構綺麗な勝ち方ですね。気持ちいい。そう、サンシロイホグっぽいプロフではあったけど、わかんないですね。いやもうドンピシャなはずです。いやこれ禁忌したいっすね、さすがに。うん、キング起動すれば全てに勝てます。クララはクロスギアイ。こういうのもキング起動してるんでほぼ入りません、強すぎで。さあまあ今回は相手が多分打ったかも当たるかは基本はあると思うんで、打ったか当たるはある。ああそうですね、まあミラーバレルはこれはちょっと強いよね。ウッドミラーはないよね。ああ、ハンターうまっ、反応若っマジで今でやばくない反応。そんな完璧な反応できる。さあユニット何もいないけど、うん、ゴブリンの火力も優秀ですよと。この4体ですらね、無視するとちょっと痛いですからね。ウッドだったっけ。ウッドだったらマイク後ろの方がいいな。あーミラーバレルあるから1周目温存のハンターっすね。ってことは今相手はウッドを持ってるんで、これもうニアド取られるだけなんでね、こういう時はねもう、はい、ミラーは持ってるけど使わないよねがいいっすね。さあでこれ三種なんで俺の必殺技使います。トルネウッドミラーがあります。はい、これがねクラファーでマジトップ3に入るぐらい気持ちいい。マジアチェトルネとゴレダクネに次ぐ気持ちよさです。感じし出てこねえかな。てか文句で反射されるから感じし出さないのかな。全然出てこないんだけど。あ、来た。あーこれ固めなくてよかった。さあ三重子はねマジトルネウッドウッドで終わるんですよね。よいしょ、やばくねこれ。爆破と取れるんですよ。まあ金ケダをしちゃうんですけどね、固めるために。で今固まってたんで本当はしなくてよかった。まあでも全然金ケダされたとてみたいな。ウッドでも削れるしアドも取れるし
やり得っすね。もうこうなると相手は苦しい。うわぁ三十四お前、まあ、余裕あればねウッドミラーもしなくていいんですけど。さあ攻めウッドが来ました。ハンターが若いです。これ次まだ回ってないんでちょっと打っちゃいます。さあ呪文圏内かな。うん、さあマジ三重士にはねめっちゃ強いっす。これトルネウッドミラーがね、まあ、エリポンとかあるとちょっとね厄介になるんですけど、三重士処理だけはね、はあ、1ヤード取れてダメージも稼げてねお得です。というわけでこのトルネミラー枯渇もね皆さんやってみてください。まあ新環境間違いなく、てかまあ僕的にはねもう枯渇ゲーになると思うんで、はい、レイジ出るまではちょっと枯渇もね皆さん触ってみてください。ではお疲れちゃんです。またね。